畳表の材料となる七島藺は耐久性があって火にも強く、畳に仕上げた時のさらっとした肌触りが特徴です。全国でも国東市でしか生産されていませんが、高齢化などで年々生産者が減り、現在は6軒の農家が栽培しています。先月末から刈り取り作業が始まっていて、松原さんの畑では畳表にしておよそ450枚分の収穫を見込んでいるということです。